こんにちは。NBDC から参りましたニノワです。ここのこっちに書いてある名前で、一緒に今日お話しする後半の方で人 DB といって、私たちのところに人のデータをお預かりしますよっていうアーカイブのような事業をやってるんですけども、それを一緒にやってるのがこちらで川島さんという人で、そこでカメラマンずっとやって、結構この2週間出入りしてたと思うんで顔なじみになってもらうと思うんですけども、一応この2人が中心となって、あともう1人IT の関係のことを詳しい人と、その3人が中心になって、その人デイリーっていうのをやってます。で、今日は皆さん今までその2週間近く解析ガリガリっていうね、そういう、それが主体のコースなんですけれども、その中でちょっと一枠、こういった、ゲノム、人のゲノム扱いにあたっては、その倫理的なところも配慮してもらわないといけないので、NGS データ、NGS の、いろんなインフォーマティクスやられる方っていうのは、結局なんか人のデータ使う機会って多いと思うんですね。ですからその時にこういうことをちょっと意識していただいて、解析したデータをの取り扱いについてちょっと注意していただきたいなというのが、このパートがある趣旨です。で、今その実際に人のデータを使う、これからこう解析する NGS とかで、可能性があるとか、もう実際にやってるっていう人どのぐらいいらっしゃるんですかね。そうですね、まだそんなに大勢の方はないし、 もしかしたらまだそんなにやる、具体的にやることはないかもしれないけど、とりあえずこういうところで知識をちゃんと得ておきたいっていう人も中にはいらっしゃると思うので、まああれなんですけど、でもこういうスキルを持ってる方ってね、絶対どこでも引っ張りだこだし、特にその人のゲノム解析するとかそういうところで絶対ニーズがすごい高いんですよ今。こういうことできる人欲しいって言われるので、そういう世界に絶対踏み込むことがあると思うので、ちょっと知識として知っておいていただきたいと思います。で、ゲノムデータでこう全部読んじゃいとか、そういうような割とね、もう読むのがそのさっきも値段も安くなってとかいう話もありましたけど、そういう中で生まれてきた公的な資金で生まれてデータは共有すべしっていうような動きもありますので、それに合わせて私たちがやってる取り組みなんかも紹介をさせていただきたいと思っています。で、目次なんですけれども、ちょっと簡単に私たちのやセンターの宣伝も含めて GST について NBDC についてっていうところをちょっと紹介させていただいて、それから人を対象とした研究倫理っていうところで、歴史的な経緯、海外での状況、日本での状況、そういうゲノムとかを扱うとき、人を対象とした実験とかをやるときの、倫理についてお話をしたいと思います。で、それに基づいて私たちもこれで作っている NBDC データベースについての取り組みをご紹介するのと、それから研究倫理って言った時、さっきちょっと勝田先生からお話があったんですけれども、最近よく問題になっているのが研究不正に当たることなんですね。その論文の捏造とか、そういうことも同じ研究倫理って言葉で結構くくられちゃうんですけれども、前半の2番の方にあるのはどちらかというと、ある意味競技の研究倫理で、でもう一個の方 その不正とかいうことだったら、研究不正とかいう言い方、区別するときにも言うんですけど、もう一つの研究倫理なので、ちょっとついでにこの枠の中でお話をさせていただこうかなと思っています。JST と NBDC の紹介をまずちょっとさせていただきます。JST は、こんな、いくつかのミッションを持って、皆さんの研究生活に役立つようなことをやってるわけなんですけれども、その中でも一つここに、科学技術情報知識インフラの構築っていう目標がありまして、これに基づいて私たちのセンターそのものがあります。で、バイオサイエンスデータベースセンターと NBDC って言うんですけど、講習の時に後ろの方でちょっとカラフルなパンフレットを置かせていただいているので、お手に取っていただいた方もいるかと思うんですけれども、JST の中の一つのセンターでして、2011年の4月に設立されました。で、その大きなミッションは生命科学分野のデータベースを使いやすくするっていうものです。で、そのためにいろいろ研究データベースの研究開発戦略の立案とか、データベースそのものを充実させるような取り組みですとか、データを公開するための、いろんなポータルサイトの運営、それから関連サービスなんかも、そこから公開しています。で、あとは国際的なやはりこういうインターネットの上でいろいろデータを共有するにあたっては、国際的にもどんどんデータが交換されていくような状況にもなりますので、国際的な動きもちゃんと睨みながら一緒にやっていくというようなことで仕事を進めています。で、NBDC のミッションの中で、具体的にどういうことが皆さんの要望としてあるのかということで初めに出てきているのが、例えばどんなデータベースがどこにあるのかっていうのこととかは全く分かんないよ、で欲しいデータはもう誰かが既に作成して公開してるんじゃないかとかいうようなことがありました。
で、それに対しては私たちのところでは、これちょっと待ってくださいね、データベースのカタログということで、そのデータベース の、 今1400件弱入ってるんですけれども、データベースの、どんなデータベースか、どういうところを何を対象に作られたのかとか、そういったデータベースに対する説明情報をまとめて公開しているというデータベースのカタログというサービスがあります。それから、複数のデータベース内容を横断的に検索できないかということがあります。ここにデータがあるのは知っていたら、そこ行けばデータ検索できるんだけれども、同じようなデータも他のところにもあるかもしれない、関連するデータも他のところあるかもしれない、でも全部いちいち行って検索するのすっごい大変なんで、どうにかしていっぺんに検索できないかというようなことがありますので、そのニーズに対しては、今400件余り の、 データベースを中の一つ一つのレコードまで、Google 検索のように検索しに行く、そういう仕組みを作ってます。でそれが、データベースの一括検索のオーダー検索というものです。で対象としているデータベースとしては、基本的にキーワード検索なので文字情報になってないといけないんですけれども、文献とか特許とか、あとは、例えばジェンバンとかああいうレコードに関しても、文字になっている、テキストになっている情報のところであったら検索の対象になるような、そういったやり方でデータベースの一括検索を実現しています。それからさらには誰か生み出してくれたデータでもいいんだけど、それ自分のところで解析したい、一緒に自分が持っているデータと合わせて解析したいとか、そういったニーズもあって、そういうものに対しては、データの一括のダウンロードができるようなアーカイブって、そのデータのストレージをする場所ですね、そういったものもやっています。で、NBDC のポータルサイトというポータルでありまして、今ご紹介しているような3つのサービスは、こちらの、左肩のところに全部こうやって並んでて、この Google ライクのこのボックスもあったりして、ここからサービスが使えるようになっています。でその他にもいろんな取り組みやってるので、それの、30種類のサービス全部このポータルから使えますし、基本的に生命科学のデータベースに特化しているので、一般的な Google 検索とかするよりはかなりこう精度よく生命科学の情報だけ出てくるということで、密度の濃いものになっていると思います。登録もいらないし、費用もかからない、どこからでも誰でも使えるので、ぜひ何かこう必要な情報ソースとして使っていただけたらなと思って今ご紹介をしています。それでデータベース、私はそういうふうにいろいろ作ったり集めたりいろいろしてるわけなんですけれども、そういったものを使えるデータベースにしていくためにはいくつかポイントがありまして、まず求められるデータがその中にちゃんと入ってるかということが必要ですね。使いたいデータが見つからないようなデータベースは誰も使わないわけで、そういうものそういう要望に対して答えていくためには、データを集めるための仕組み、これは公的な研究にはこう規託を義務付けて、みんなが使えるような形で出してもらいましょうというようなことをやって、どんどんデータをリッチにしていくということが必要になります。でそれから、中に、そのデータベースの中にどんなデータが入っているのかということがわからないと、それもまた使いようがないわけで、データについては多種多様なデータがこういうふうにあるわけなので、それについてデータの項目説明がバラバラとかない状態では使えません。ですのでそれについてはデータフォーマットを標準化して、データの説明、こうメタデータといいますけど、そういったものを標準化して、こう同じような調べ方をすれば似たような関連する項目がちゃんと出てくるような、そういった説明の仕方をちゃんとするように、そういうのをつけていただくようにお願いをしています。でさらにはデータをどのように使っているのかわからない、利用に際しての条件がバラバラで、そもそもどこに書いているのかよくわからんということとかもありますので、そういったものに対しては、利用条件の標準化とか明示とか、そういったことをちゃんとするということで、データ作成者の、著作権を表示、クレジットをちゃんと書くとか、あとは、商用非商用、商用では使ってもらっては困るというようなデータは、そういう条件をつけるのはなるべくやめていただきたいんですけれども、そういったこともありますから、そういった条件をちゃんと明示すると、こういうことをちゃんと明示することが非常にデータを使いやすくするために重要なことなんですね。でそのデータの利用条件 の、 提示の仕方の一つとして、クリエイティブコモンズというやり方があります。これは別に私たちが発明したわけじゃなくて、クリエイティブコモンズというそういうなんかこう、NPO のようなものがあって、こういったライセンスの形態を、一連の、ライセンスの形態を作って、こういうのをマークとしてつけてもらえればみんなに分かりやすいよねっていうようなことをやってる取り組みをやってるところです。
で、もうそもそもこれ、著作権の一つなんですけども、著作権というのは決済利用と共有を促進する仕組み の一環でもあるので、例えばちゃんとクレジットを表示してくれてれば使ってもいいよとか、非営利っていうマークは、営利目的なので利用しないでねっていうようなこととか、あとは、なんか改変をしてもいいか悪いかというようなことがちゃんと明示されている場合もあるし、それから、元の作品と同じくですね、これ結局再利用なので、何かここのマークがついているようなものから何か作った時に、元の作品と同じ CC ライセンスで公開することを要求するといったような、この4つのマークの組み合わせでこういった一連の利用条件、6種類の利用条件を選択可能になっています。こっち一番大変なもの、コマーシャルもダメだし、改変しちゃダメ、見るだけみたいな感じになってますけど、ここはもう著作権クレジットさえ書いてくれれば何でもいいよっていうようなものです。でさらにここに CC0 っていうのがあって、これはもう明示的に全ての権利を放棄しますって言ってるので、パブリックドメインの一つなんですけれども、積極的にそういうふうに宣言することで使いやすくするというようなものです。で利用の自由度に関してはもちろんこっちの方が高いわけで、こっちは低いわけなんですけれども、NBC としては一応私たちのこれ公開するものについては、こういったものせめてここまでっていうような感じでライセンスをつけていただくということを推奨しています。データを共有することの意義というのは、先ほど公的な資金を通して得られたデータは共有すべしという話があったんですけれども、これはもともとやはり欧米で一度払った税金でやったものに対してまた税金を払うということを国民はしないというような考え方がありまして、研究結果の再現性とか、そういうデータについてはもうとにかくみんなが使えるようにしましょうということを、元々から求めていることがありました。それで、それの大きな意義としては、一つは研究結果の再現性や透明性の確保で、これは例えばジェンバンクなんかに配列を全部登録しなさいねっていうようなこととかは、これに一つ解決すると思います。それから最近は、いくら安くなったといっても NGS で解析したりするとそれなりのお金がかかるわけだし、例えばすごく長く時間をかけてデータを取るような研究っていうのは二度とできないような、そういうデータも、そういう研究もありますので、そういった重複をしないで済むような投資の軽減のためにも、やはりこういうことを進めていくべきだという考え方があります。でデータベースにしておくと、じゃあどんなことにそこからどういう発見が生まれるかっていう一つの端的な例が、iPS 細胞に必要な因子の最初の絞り込みに活用されたということで、これはもう皆さんも結構ご存知かもしれないんですけれども、理研で作られているファントムクローンデータベースっていうのがあります。これマウスの発言 のデータベースなんですけれども、ここから、山中先生のグループはその ES 細胞に含まれる初期化因子をある程度絞り込んで、そのうちの24個でしたよね、24個の中の、最終的に特定の4因子まで絞り込んだというのを、そこは実験でやったんですけども、最初の24個を選んでくるときにこのデータベースを使いましたということが言われています。で、こういうふうにちゃんと因子についてどういうものであるということ、ちゃんときちんと説明情報が整理されていて、こう検索できるようになっている、こういうデータベース化されていることが非常に活用に、活用できるような、状態にちゃんと持っていっていたということで、一つの大きなデータと思います。それで、今ちょっとJST と NBDC のご紹介したんですけれども、あとここからは研究倫理ということで、人を対象とした研究倫理についてちょっと長いかもしれないんですけど、お話をさせていただきたいと思います。先ほどちょっと言いましたけど、その研究不正っていうところとはちょっと違うので、そういう目でこの2のパートは見てください。そもそも世界医師会というところで、その研究倫理についてどんどん考えていかなきゃいけないねっていう話になった時の、その発端っていうのは、戦争、第二次世界大戦の時にナチスがいろんな人種の人に対しても、ドイツの国民の以外の人種の人に対して、いろんな医学犯罪を行ったというようなことがありました。これは皆さんもよくご存じだと思いますけれども、参加者の意思に関係なく人体実験するとか、それから、そういうようなことがいろいろあって、一方ではやっぱりその医学の研究を進めるためには何らかのルールを持って、そういった実験をやらなきゃいけないケースもあるわけなので、そういったことを進めるために、まずはこのジュネーブ宣言というところで、ナチスの医学犯罪を非難して戒めるための宣言を行って、その後に、この
1960年ヘルシンキ宣言ということで、人間を対象とする医学研究の倫理的原則というものを、まずその宣言を出しました。でここには、ニュールンベルグコードってここに書いてあるんですけども、まあ、これもその、ナチスの医学犯罪に関する裁判の過程でまとめられた、まあ、倫理的な基準を明文化したものなんですけれども、こういったものを決めたりして、医師会として宣言をしていったわけです。でこの、ヘルシンキ宣言というのはどんどん改定がされていくもので、実は75年も随分前ですけどね、東京でなんかその改定する作業というのをやったそうなんです。でその時に、まあ後からちょっといろいろ話が出てきます、研究計画書を倫理審査委員会で審査して承認を得なければならないというようなこととか、インフォームドコンセント、さっきキーワード出てきましたけど、こういうのが原則になって、でさらに、その後も改定が繰り返されているというものです。でヘルシンキ宣言については日本医師会のホームページでこういう訳文が全部出てます。で、まあ、ちょっと関係するところだけ少し引っ張ってきてるんですけれども、そういう実験を受ける人、ここに被験者候補とか書いてありますけれども、そういう人たちに対してはその研究に関する全ての面について十分に説明をしなければいけませんということとか、それから、いつでも不利益を受けることなし研究参加を拒否する権利、または参加の同意を撤回する権利、一回参加するよと言っても後から撤回できるよというようなことをちゃんと初めから言わなきゃいけないし、そういうことができるよということですね。それからインフォームドコンセントというのはできれば書面で求めなければならないって、これ一応ヘルシンキ宣言って国際的なものなので、できれば書面って書いてあるんですけども、日本の場合はこれは必ず書面ということに今なっています。であとは、まあ、研究結果について何らかの、報告を受ける権利を与えられるということで、何らかの研究の成果についていろんな形でお知らせするべきだよということもうたわれています。でそれからその続きなんですけれども、個人から取られた資料とか、データを使用する医学研究のためには、やっぱりその、収集保存及びまたは再利用に関するインフォームドコンセントを求めなければならない。そのインフォームドコンセントというのはこう説明と同意という言われ方をするんですけれども、被験者の人に説明をしてこう同意をもらうという時に必ずこういう項目を入れなければいけませんよということが挙げています。インフォームドコンセントってこの後略語で ICIC とかって言ったりすることがあるんですけど、まあ、そのインフォームドコンセントのことなので、そういうふうに思ってください。でまたですね、そのインフォームドコンセントの一つだけ例外があって、同意を得ることが不可能か実行できない例外的な場合があり得る。でこのような状況下では研究倫理委員会の審議と承認を得た後に限り研究が行われるということがあります。サンプル取ったんだけどすごい時間経っちゃって、取った人がどこに行っちゃったかわからないとか、引っ越されたりとかね、あとは、まあ、亡くなられたりとか、まあ、ご家族遺族の方とかいらっしゃるかもしれないけれども、なかなか同意が取りにくい状況で時間が経てば経つほどありえますので、そういった時には例外的に倫理委員会がその代わりをするというような状況もあり得るということです。で人のゲノムを扱う研究に関する、宣言とか法令とか指針とかいくつもこうあるんですけれども、実はですね、まあ、世界的には例えばこの今紹介したヘルシンキ宣言とか、それからユネスコで人とゲノムと人権に関する、ね、これまた後ちょっと紹介しますけどというのがありますけれども、実は日本の中ってなんかそのゲノムに関してのいろんなルールって実はいろいろあるんですよ。でなんか分野ごとにいろいろ決まっていたりとかするので、なかなか複雑なんですけれども、特に私たちがやっぱりこう中心的に見ていかなきゃいけないのかなと思うのは、ヒトゲノムと遺伝子解析研究に関する倫理指針、いわゆる三種ゲノム指針とかって略して言われるようなものですけれども、文科省厚労省経済産業省で取りまとめたものです。で昨年ちょっとまた改正がされて、今度 4回ぐらい改正されているような、そういった、指針に基づいていろんなことを決めているというのを実際上はやっています。でそもそもその、まあ、ゲノムに関するこういうルールがいろいろ国際的にも日本の中でもいろいろできてきた発端っていうのの大きな発端の一つが国際ヒトゲノム計画っていうのが
これ皆さんご存知だと思うんですけれども、1990年に、NIH で、NIH とエネルギー省というのが共同で全ヒトゲノムを解読することをやるぞというふうに言ったわけですね。でこれはそもそもアメリカはそれまでに宇宙へ行くって言ってアポロ計画っていうのを聞いたことあると思うんですけど、そこで有人宇宙飛行計画っていうのをやっていって、まあ、一応成功を見たと。でその後今度は、この後に何かもまた大きなことを一つやろうということで、アメリカは、まあ、その頃すごいこう勢いがあったので、日本とか欧州の計6カ国を巻き込んでこういうふうに、ゲノム計画をやるということを言ったわけです。で日本は、21番と22番との染色体を担当しました。で初め、15年計画かなんかだったんですけど、NIH 出身のこの人が民間というか会社を自分で会社を立てて、2001年までに読むぞと言ったので、なんかこう急がなきゃって言って、国際計画の解読目標も前倒しになって、で最終的には2000年の6月26日に大部分を解読したっていう、なんかちょっと曖昧な言い方なんだけど、大部分を解読したぞって言って発表しました。でこれなんか、当時小泉首相だったんですけど、小泉首相にこの榊先生とかがCD にそのゲノムの情報を入れて24枚セットで渡したというなんか記念の写真らしいです。でアメリカ のすごいところはですね、そのヒトゲノムを読み出すというその検討の開始と同時に、人のゲノムみたいなそういう情報を読めたら何か問題が起きないかということを一緒に考え始めたんですね。なのでここにあります、1990年先ほどのヒトゲノム計画が始まったのと同じ年に、ワーキンググループで、こういったことを考えるということを始めるということになったわけです。で人ゲノムマッピングやシーケンスに人々や社会に与える影響を予測し解決などの努力をする、倫理的や法的社会的決定について検討することっていうようなことですね。だからそれを社会での議論を喚起するとかいったことで、こういう問題のことをなんか LC って略して言うんですけど、エシカル・リオール・ソーシャル・インプリケーションズっていうんですけど、こういう問題も合わせてその方や研究者が解読してる傍らでこういうことを考える人たちもいるということで一緒にやってきました。でなんか全研究予算の 3% から 5% 相当をそれにちゃんと当てるんだというようなルールまで決めて一緒にやってきたということです。でそこで浮き彫りになってきたとの具体的な問題点として次の2枚のスライドに挙げてあるんですけれども、まあ、遺伝情報を使用するにおいての公正性とか特に保険者とか雇用の時にこういうゲノム情報が関係するそれによって不利にならないかとかそういうことですね。そういったことを考えなきゃいけないこととか、あとまあ遺伝情報のプライバシーと匿名性、それからまあ心理的なインパクトとか、それからまあ生殖に関する問題はやっぱりどうしても付きまとうので、そういった意思決定とかそういうことに関する遺伝情報の利用などについてのことを考えるということですね。でなんかここにある写真はなんかこうあなたのその履歴書と推薦状と一緒にそのジェネティックプロファイルも一緒に持ってくるって将来的にこうなっちゃうよっていうような啓発の写真だそうで本当のことではないんですけれども、こういったことにならないようにということで、重要課題として取り上げられてきたということです。で、それの続きですけれども、ゲノムとかその配列読んだ人とかって必ず分かると思うんですけど、配列って1位に決まらないじゃないですか。どうしたってこう不確実性が残るんだけれども、そういったことに対する課題ってやっぱりそういうことを、それがまた さらにこう、疾患にどれだけ結びつくかというようなこととかも不確実性の一つなので、そういったところの問題ですとか、あともうちょっと哲学的な問題とか、遺伝子組み換え食品所有権、まあ、こんなような問題について考えてきたというような項目が上がっています。それでさらにまあそのゲノム情報が人権とも結びつくということで、ユネスコっていうのは世界遺産とかね決めるところでもあるから文化的なことを決める国際機関ですけれども、そこで1997年に、ゲノムについて、どんな遺伝情報を持っていようが、まあ、その人間としての尊厳は尊重すべきであるということとか、そもそもそのヒトゲノムっていうのはその
まあ、個人からこう資料を取ったりして解析するわけなんだけれども、まあ、祖先から受け継いできてさらにこう子孫にこうどんどん受け継いでいくものであるということから、まあ、人類の遺産であるというような位置づけであるとか、こういった宣言が散々されていました。で、先ほどのそのエルシーの重要課題の中でいくつか検討された項目が実際に法制化まで行った例の一つがこれです。遺伝情報差別禁止法というものです。で、これ最初の法案出してからかなり13年ぐらい経ってやっと署名に至るまで至ったんですけど、これは息子さんの方のブッシュさんの方が最終的に署名をしたという図です。で、対象となっているのは医療保険と雇用ですね。医療保険の時にこの遺伝情報に基づく差別的な取り扱いをしちゃいけないとか、本人や家族に対して遺伝検査を受けるとか、そういうことを禁止する、要求することを禁止するというようなことですね。こういったことが決められていました。やはり心配なのは例えば病気になりやすいとか、そういうことで医療保険上に差別があるとか、そういうお金がかかりそうな人は雇用されないとか、そういったことがあるので、そういったものに対して差別しちゃいけないよということを決めたわけです。で、ただ研究はこの対象から除外です。あくまで医療保険と雇用についてだけということです。ただこういうことがあるとね、やはりこう安心してで受けられるというか、そういうところがあるので、やはりこういう法制化することは重要かと思うんですけど、残念ながら日本にはこういうタイプの法制はありません。また一方で匿名化するためのこの技術的なこととか運用について、いくつかの法律が決められていて、それが一つはこう HIPAA 法ってよく略しているんですけれども、医療保険の総合運用性と説明責任に関する法律っていうものです。で、ここではプライバシールール と、セキュリティールールっていうのが決められていて、特にそのプライバシールールでは医療情報の保護と患者の権利を守るためなんですけれども、どういうふうに、匿名化したらいいかというようなことは割と具体的に書かれていて、極端な話で名前は出しちゃいけないですね。それから、住所はダメですね。で、アメリカの郵便番号にあたる ZIP コードとか、ああいうのも出しちゃいけないというような、そういったいくつかの項目がちゃんとそれだけを削ぎ落とせていれば一応匿名化されているとみなしましょうといったような、ある程度のルールを決めて、ガイドラインを決めてくれています。で、それの下にあるハイテク法っていうのは、だんだんこの IT がこう医療の現場にも非常にいっぱい入ってきたので、またさらにその HIPAA プライバシー条項の適用拡大とか罰則強化をすることで、またさらにデータを守る力を強めるというようなことで目的に、改定されたような、そういう位置づけの法律です。日本では、ヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針というものがあって、さっき言った3章ゲノム指針というやつなんですけれども、平成13年に、施行されてまして、その後4回改定されています。で、文科省、厚労省、経済産業省が、で合同で決めたもので、で、ヒトゲノム遺伝子解析研究は個人を対象した研究であるということとか、それから、遺伝情報は取り扱いによってはさまざまな倫理的、法的、または社会的問題を招く可能性があるという、こういうことを全文とかそういうところでちゃんと述べられてるんだけど、でもこれに対してさっきの米国のような法律をちょっと決めてるわけではないということで、指摘にとどまっているところもあります。いろいろこういう改定の経緯、どういうことを目的として改定されたのかというのを詳しく知りたい人は一応ここにリンクを置いておいたので、見たい人は見てください。で、そのゲノム指針と個人情報保護法の関係、ちょっとそのゲノムっていうのは一頃はその究極の個人情報というのは言われ方もしてたんですけど、個人情報の一つであるというような考え方がありまして、で、個人情報保護法っていうのを聞いたことあると思いますけど、法律なんですね。で、ゲノム指針は指針なんです。だからもちろん法律の方が上位概念といいますか強いものなんですけれども、一応ゲノム指針は個人情報保護法のでいろいろ決められていることの中で一応動いているというような考え方で今は整理をされています。それでゲノム指針に書かれていることはこういったことですね。インフォームドコンセントの考え方、それから、個人情報と個人情報に該当しない情報というのを一応整理しているのと、それから先ほどから出ている倫理審査委員会がどういう役割を持つかということとか、あとは遺伝情報を、その解析した遺伝情報を開示することについてのさまざまな、
具体的な、あんまり具体的ではないんですけれども、いろんなガイドライン的なもの、それから、匿名化された遺伝情報の扱いについてというようなことが書かれています。ただここに書かれているのはあくまで原則で、具体的なルールについてはやはりそれぞれの機関でちゃんと決めなきゃいけないよというような位置づけになっています。だから本当に細かいこうしなきゃダメみたいな、そういうことはあんまり書いてなくて、考え方としてこうですよというようなことが書かれているというようなものなんです。それからインフォームドコンセント、さっきから言葉がいっぱい出てきてますけれども、これここに挙げているのは、ゲノム支援というようなプロジェクトで、ゲノム医科学推進支援活動っていうような班があって、そこが、作っているモデル書式なんですけれども、説明文書と同意文書でセットになっています。で、説明文書っていうのは例えば、こういった感じで、あなたがこれから参加する研究にはどういう意義があってみたいな話とか書かれてるんですけれども、ここで分かってほしいことを、つらつらと書くっていうようなことですね。それから同意文書については、こういうことのについてこう説明を受けましたといって、最後にその、被験者の方が、サインをするというようなものになります。これとこれが一応セットになってインフォームドコンセントというものになります。でそのインフォームドコンセントでやらなきゃいけないこととかやっちゃいけないこととかいろいろあるんですけれども、ここではトゥードゥーということでやるべきことっていうのが書いてあるんですが、インフォームドコンセントに関しては十分な説明を行った上で自由意思に基づいて文書による同意を受けるということが必要になっています。なのでよくあるのはお世話になっている先生から言われたからやっぱりサインしなきゃかなとかいうようなこととかって気持ち的には患者さん的にはあるらしいんですけれども、別に本当にそういうことはしなくてもサインをしなくても不利じゃないんですよっていうようなこととかも、ちゃんと説明をされることも必要ですし、その上でサインをしないことも別に問題ないというようなことを、説明をちゃんと受けているはずです。さらに遺伝子のことなので、その後 その遺伝カウンセリングってことにつながることが結構あるんですね。だからそういう機会をちゃんと提供しなきゃいけませんというようなことも、この倫理指針の中には定められています。で、具体的なこれもガイドラインの中にその指針の中に書いてあることなんですけれども、説明文書の記載に関する最速っていうところで記載すべき事項っていうのを一般的に以下の通りとするかって書いてある。この細かさでわーって書いてあるんですね。で、こんなに本当に説明しなきゃいけないのって思うかもしれないんだけど、研究の内容によっては全部は別に書かなくてもいいんですけれども、それでもやはりかなりの量説明をしなきゃいけないっていう状況だそうです。私は自分でそのインフォームコンセントを取ったりする立場ではないのでわからないんですけど、なんかその関係しているその先生とか実際にやってる方行くと、やはり説明文書をあまり専門でない方に分かってもらうっていうのは非常に大変な作業だということです。で、さらにですね、さらにその改定されたゲノム指針の中では、こう現在想定されていない将来の対応についても説明することを新たに推奨する。これがまた大変なんですね。で、ただ私たちがやってるのはその人のデータベースっていうのをデータを預けていただく、あるいは資料のバンクっていうのを聞いたことあると思いますけど、そういうところにものを預けていただくときにはなるべく制限のない形で預けていただくことが必要なので、やはり将来他の研究機関に資料等を提供する場合とかも調停していただいたり、他のゲノム研究に利用される場合っていうのもある程度想定して説明していただくということが推奨されていると、そういうところが最近の改定で加わってきたところです。で、しちゃいけないことがいくつかポイントとして挙げられてますけれども、資料提供候補者を不公平なやり方で選んでいけばいけない、あんまり指向性があってはいけないので、不公平なやり方で選んではいけないということとか、不正な手段を取ってはいけない、当たり前のことなんですけどね。で、資料提供者に不安を与えてはならない、そういうようなことがいろいろ書かれてはいます。で、先ほども言った個人情報保護法とのちょっと関係で図が出てきましたが、ゲノム指針の中にはその個人情報と個人情報に該当しないものというのはちゃんとこう明確にここを挙げられています。個人情報というのは氏名、生年月日など特定の個人を識別することができるものというのが書いてあります。で、該当しないものは連結不可能匿名化をされた情報です。連結不可能匿名化と連結可能匿名化というのはあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、
一番最初にそのデータを取るときには当然そのどなたからいただいたというような名前とかがついた形で取れてるわけ でその後でも研究現場に持っていくときというのはそこに、ID なり何なり別の番号を振って、その個人的なその氏名とか生年月日とは結びつかないようにしてそれで解析に持っていくというようなことが通常行われているわけですけれども、そのときにその対応する表が近くにあってやろうと思えば連結できちゃうよっていう時が連結可能匿名化ですね。で、対応の表が自分たちの手元にはなくて、やろうと思っても、連結することができないという場合が連結不可能匿名化と、このいずれでもいいので匿名化されているものというのは一応個人情報に該当しないというようなことですね。なんですけれどもここでちょっと一つだけ落とし穴があってこれが管理する単位が法人なんです。同一法人なんですね。ここに書いてありますけれどもその同一の法人内で対応不要を有していない場合には連結個人情報に該当しないっていうふうになるんですけれども、例えばですね大学病院とかで、サンプルを取ってそれを大学の医学部で同じ大学の医学部で解析した場合ですね、そういう場合は実はそれは個人情報になってしまいます。っていうのは大学病院のところで、対応表を作って一応連結可能匿名化何したにしてもやはりそれの大学病院と大学の医学部は同じ法人の中にあるとみなされるんですね。ですからこういったことが、医学部のラボに遺伝情報だけがあってもこの遺伝情報が個人情報として取り扱う責務が生じてしまう、そういった可能性がありますのでちょっとお気をつけいただきたいというふうに思います。次に倫理委員会のなんか大変ですよね。この解析とまた全然違う話でね、すごい皆さん大変だと思うんですけどもうちょっと頑張ってくださいね。倫理審査委員会の役割なんですけれども、倫理審査委員会っていうのは研究機関の長の諮問機関で、出された研究計画に対して、倫理的な審査をして、この研究は進めてもいいですよということを研究機関の長に諮問する機関です。で最終的な決定は研究機関の長がやるので研究機関研究会費の許可を行うのは研究機関の長です。ですから最終的に、この研究やっていいですよっていうふうにハンコが押された書類が出てこない限り、皆さんがいきなりゲノム解析をしてしまうとかそういうことはできないわけですね。そういう子が、倫理審査委員会の役割ということになります。で倫理審査なんていうと一回こうバーッと倫理審査したらもう何も変えられないかというとそうではなくて、例えば研究計画に変更、例えばサンプル増えちゃったとかそういうことがあったら変更申請をすることもありますし、それから、よく私たちがその人のデータベースをいただくときにあるんですけれども、データベースに共有しますってことを書いてくださいねっていうのが書いてないっていうことがあるんですね。そういう場合はそういう変更を加えていただいて迅速に審査をするというようなことで、それなりにこうフレキシブルな運用の、形態も含めて倫理審査審査というのは行われているということが現状です。で、あとは研究の結果をどうやって返すかということ のいくつかの類型なんですけれども、集団での研究結果というのはホームページとかその、から、シンポジウムだったり講演なんかで、返すということがありますので、集団ではなくてその中に含まれる個人の研究結果なんかは、本来その目的解析の目的としていたような知見なんかは特に指針上のためではなくて、当然何らかの形で返すなりっていうのことはあるかと思うんですけれども、一つちょっと問題になるのが偶発的所見というのがあるんですね。でこれはどういうものかというと、例えばゲノム読んだらその疾患の原因のミューテーションなんかがその目的として解析の目的としていたエリアじゃないところで見つかっちゃった、だったらこれその人に教えてあげるべきなんだろうかとか、あとは例えば最近脳画像なんかでこうスライスした画像なんかわーって撮ったりとかするのがありますけれども、その時に腫瘍を見つけてしまったとかね、それを別に腫瘍を見つけることが目的じゃなかったんだけれども腫瘍が見つかった、そういうのは返すべきかどうか。でこういうことに関しては、それぞれの機関でちゃん と,、どういう方針でそういう、情報を返すかということとかを決めて、それをインフォームドコンセントを受ける際にその方針をちゃんと説明してそれでいいですよと被験者の方に理解しておいてもらってください、そういう言い方をここではしています。だから返さなきゃいけないか返さなくてもいいかとかそういう判断を、ゲノム指針の中ではしてはいません。それから、資料情報の取り扱いとしては
資料情報の定義ということで、対象となるのはヒトゲノム遺伝子解析研究に用いようとする血液、組織、細胞、体液、排泄物、オリオリコレラから抽出したヒトの DNA 等のものですね。それからあとそれに付随するような情報ということになります。ただ、今すでに研究用に広く用いられていて、一般に入手可能な売られているような組織細胞に関しては一応、含まれないということなので、これはそのゲノム指針の資料情報ということからは一応外れるというような扱いになっています。それから、匿名化された遺伝情報の取り扱い、このあたりが一番私たちの一番関心のあるところなんですけれども、研究を推進させるためには幅広く研究者が利用できるように匿名化された上でゲノムデータを公的な研究データベースに公開する傾向がありますので、それについての採測が設けられていて、匿名化された遺伝情報の取り扱いの採測ということで、一応個人情報には該当しないということにはなっています。ただやはり適切な安全管理措置を講じなければならないということで、大事に扱うと大事に守るということはしなきゃいけないということになっています。あとは、倫理に関しては、これ最後の1枚です。この同意撤回ですね。先ほどもちょっと説明しましたけど、一度同意させてもいつでも不利益を受けることなく文書により撤回することができる。この文書によりが結構大事で、必ず一筆書いてもらうということが必要なんだそうです。その時に、撤回されても例えば、配列情報などをまとめ上げてその頻度情報とかに書いていった場合とかね、そういった時にはもうその人の分だけ外すとかいうこともできないというようなことがありますので、あるいはまた論文に出してしまったものを撤回することはできないとかいろいろあります。そういったものがありますよというようなこととかもインフォームドコンセントを取る時に一応説明するというようなことも求められています。ここまでが、倫理、研究倫理、人を対象とした研究についての倫理のお話でした。で、ここから、NBDC の人データベースの取り組みについてちょっとお話をしたいと思います。私たちのところで、ゲノム医学データベースに関する取り組みということで始めたのがNBDC の人データベースというものです。昨年の10月に運用開始したのでもうじき1年になるんですけれども、人の情報は、先ほどもありました、匿名化すれば個人情報ではありません。ただやはり個人につながりうる情報なので、ちゃんとしたルールを作って、その下で安全に管理して使いましょうということで、こういったデータベースを作っています。で、背景としては、公共の資金を使って集められたデータを共有化してほしいという要請ですね。で、一つは、その資金を出す側から、JST もそうなんですけども、資金を出した時にそういったパブリックのお金を使ったものだからみんなの共有財産にしてほしいという要望もありますし、それから、最近はですね、 NGS のデータもちゃんと、公的なデータバンクとかに預けて、そこで ID を取ってそれを論文に書くという、昔からジェンバンクとか、DDBJ とかでやられてきたことが、最近は NGS のデータについてもそれが求められてきていますので、そういったものを追加公開の番号からも要求があります。それからやはりゲノム情報をわーっと読んでしまうと、それは当然使い切れないから、それを有効活用したいというような要望もありますし、それから先ほど言った重複解析とかしないで済むとかいうこともあります。それから、最近は私たち受ける側としては、各種プロジェクトの成果を受け継ぐ受け皿が、そもそも日本の中になかったということがありましたので、そのためにこのデヒトデータベースというのを作りました。でそこで、提供していただく、それから、利用するためのルールなんかも決めて、こういった共有のための仕組み作りをしてきたわけです。で先ほどこの、公的意識試験を通じて得られたデータということ のそういうのをなんで共有するかの意義というのをお話しましたけど、やはり日本人のゲノム情報内で研究を進めることの必要性というのがあります。人種間の差みたいなのもちゃんと明らかになってきますので、やはり日本人のゲノム上でということが必要になってきます。でそういった臨床研究とか個別医療の推進をするためにも必要で、それが引いては人類全体に関わる医学分野への貢献につながるだろうということで進められているわけです。
で、データを集めるためにはやはり何らかのちょっとはやっぱりこうそこへ持っていく力が必要なんですけれども、一つは、文部科学省におけるデータベースの登録推進の動きがありまして、例えば、これ再生医療の実現化プロジェクトというところの募集要項なんですけれども、この私たちのセンターの名前を出していただいて、バイオサイエンスデータベースセンターへの協力という形でここにデータをデポジットしなさいねということをちゃんと述べられていたり、それから大規模な広報と、これ東北メディカルメガバンクですけれども、ここでもその公的な公開するルールをちゃんと作成した上で、公開を検討するということで、今私たちのところにもデータを出していただくというのをお話を進めているところです。それから他にも、バイオバンクジャパン聞いたことあるでしょうか、オーダーメイド医療とかそういう実現化プログラムも今も第3期になってますけど、ここにも私たちのセンターの名前を出していただいていますし、それから次世代がんとかいくつかのプロジェクトでこういった形で、公的なデータベース、私たちのところの私で出していただいたりして、そこに入れてきますということを謳っていただいています。で、NBDC のデータベースは、人に関するあらゆるデータが対象です。今皆さんはここでやってるのはその、NGS 周りのことをやられてるわけなんですけれども、先ほども言いました画像のデータとか、コホートデータ、検診データですね、そういったものでも何でもいいので、デポジットされるものは来るものをまず一応受け入れようというふうに考えています。で、そのためにその一応基本方針として掲げているのは、別にことこほかにいろんなルール作っちゃうとなかなか受け入れにくいので、シンプルで分かりやすいルールにしておくということと、それからあと原則匿名化された情報のみを受けるということにしています。中にはその医学研究で継続的にずっと追っていくというようなデータの取り方ももちろんあるわけで、そういった場合はもう私たちのところに預かったデータだけではやっぱこと足りないですから、こういうデータでこういう研究をやってる先生がいるんだなって分かったら、そこに行って共同研究申し込むってことをやってもらったらいい、そういうためのこう見える化するような、そういう位置づけのデータベースというのでもいいかなと思って運営をしています。で、データの提供と利用に関する審査は全部 NBDC が実施することを原則としています。その方が基本的には提供者の先生っていうのはそういった審査をしたりするのって面倒くさいっていう要望がもともとあったんですね。だからできるだけその面倒くさいところ私たちやりますから、預けてくださいねというつもりでやっています。で、社会的な理解、そういうゲノムに対する理解とか、昨年その改定もありました、指針の変更なんかもありますので、そういったところを柔軟に対応していこうというふうに思っています。で、データ共有の仕組みとしては、NBDC の中でまずはそのルールを決める側の、委員会みたいなものを立ち上げて、その共有するためのガイドラインと、それから、取り扱いについてのセキュリティのガイドライン、どういった IT 環境でやってもらえばいいかっていうようなこととかを決めたセキュリティガイドラインを決めました。で、これに基づいて人データの審査委員会っていうところが、提供と利用の審査をするんですけれども、例えば提供者がこういったデータを提供したいですっていう申請をしていただいて、その時にはインフォームドコンセントと臨時審査をちゃんと出されているか、データ共有という観点でちゃんとなされているかということを私たち確認して承認を出します。ということでデータを送付していただいて、その時にはメタ情報、メタデータちゃんとつけていただいて、再度匿名化をしていただいて、データベースに格納していただくということになります。で、その際にはデータの分類、このオープンというのはもう本当にダウンロード誰でもできちゃうような状態で公開しますけれども、こちらは審査が必要な制限公開データとなりまして、そういった分類をしていただくこととか、あとは論文書くからちょっと待ってねっていうような公開の、ホールドするような、そういう時期いつまでに出してもらえますかっていうようなこととかを設定するとか、あとは、例えば特殊な特別な研究にしか使ってはもらっては困るんですっていうようなデータも時々あります。っていうのは例えば、がん患者さんから取ったいろんな資料から出てきたデータで、それはがん研究にしか使いませんっていうのはインフォームドコンセント上でちゃんとそういうふうに謳ってるデータとかもあるので、そういったものについては、利用申請があった時にがん研究のものにしか出しませんというようなことを設定しますので、そういった制限事項を設定するというようなことをします。で、データを預けていただくと私たちのところから ID を付与しますので、それを論文等に利用していただくということができます。利用側も同じような手続きで、申請していただいて、でデータ利用についてはこの時倫理審査が必要なんですけれども、それに対して承認が出されると、こちらに制限公開データの方にアクセスに必要な ID パスワードをご提供することができます。で、利用者の方は利用状況を報告していただく義務があります。年に1回および終了時
ってことですね。でまた終了しましたら、あのデータについては全部一応破棄していただくというようなお約束事がいくつかございます。データの種類としては先ほどから言うとオープンと制限公開ってあるんですけれども、オープンというのは基本的に集団の統計値とか特定の個人由来ではない資料の解析結果なので、まあ、ウェブサイトとかから制限なく公開してしまうものです。だから誰がアクセスしたかも一応分かんない状態でも、もうどんどんダウンロードしても構わないよというようなデータはこちらに格納します。それから、制限公開データについてはここは、審査が必要なものですけれども、個人レベルの情報、例えば人のホールゲノム全部読みました、1000人分ありますみたいな、そういったデータはこちらに格納することになりまして、どういった条件で、利用申請が来たら利用可能ですかということをちゃんと確認してそういう審査をします。でこの時は制限公開に対するメタ情報ですね、どういったデータが中に入っていてみたいなことは基本的にオープンになってますので、それを見て、利用者の人はあこういうデータがあったら利用したいなということでこちらにアクセスしていただくということになります。で公開待機データに関しては、論文などで一定の間、制限待ってくださいということで、この後は制限公開に移ったりオープンに移ったりということで、しばらく、公開を前提としてお預かりするようなデータです。で匿名化されてないものとか、データだけ預かってほしいとかいうのはちょっとごめんなさいなので、こういうのは各プロジェクトで持っててくださいねということになります。セキュリティのことですね。これ制限公開データの、特に制限公開データの保護について一応設定してるんですけれども、私たちのところ2つのレベルでセキュリティを設定しています。1つ目の標準レベルの方なんですが、LAN の中のこういう所属組織の LAN の中でのサーバー上でのみ利用するということを原則としています。それから、コピーはしてはいけません。端末等にこうコピーをするとかいうことはダメです。それからアクセスできる人の限定管理をちゃんとしていただくということで、これは、研究代表者の方が、アクセスできる人を全部申請の時に名前入れていただきますので、そこで、その方たちの間だけで使っていただくということです。それから、セキュリティに関しては、チェックリストを設けていまして、これをチェックしていただくことで利用者がどういう環境で使っているかということを私たち確認させていただくということになります。で所属組織の、LAN の外からこうアクセスする場合、いくつかの拠点に分かれているような組織とかあるかと思うので、そういう時には全ての通信経路を暗号化することでそれはいいでしょうということになっています。でさらに、ハイレベルのセキュリティというのも設定一応はしてまして、これは、そのデータを格納しているサーバーのところにさらにこう入出管理、指紋認証ですとか何らかの方法でもうちょっと制限を強くするような、アクセスする人の制限をかけているような、そういった設備が必要になります。これもやはり IC インポートコンセントで、そういう制限を要求している場合に限り、こういった特殊なその条件をつけるということになっています。セキュリティのルールについてはそれぞれ、データの提供者、データベースセンター、それからデータ利用者、それぞれが守るべきものというのはやはりガイドラインを決めてまして、それを適用しているんですけれども、データベースセンターに関してはやはりそのデータを保護するという面から、さらにデータの改ざん防止などの基本的な対策も実施するということになっています。人データベースに来るデータ提供の流れ、さっきの図からちょっと取り出して書いたんですけれども、ここでデータ提供申請のポイントってちょっとちっちゃく書いてるのをちょっと大きく書き直してみるとこんな感じになります。インフォームドコンセントにおいてデータの共有というのがちゃんと示されているかということと、それからデータを共有することが倫理審査をパスしているかということ、それから申請されたデータの、これよくあるんですけど、申請されたデータの内容と倫理審査の内容が合致しているかということで、倫理審査のサンプル数よりもらったデータのサンプル数が多いとかいうこともあったりするので、そういうところはちゃんと確認して、ちゃんと倫理審査の範囲の中のものかなということは確認はしています。でインフォントコンセントについては、データ共有についてこういうふうに書いてねということで、いくつかちゃんと例示をしてます。別にこの通りに書いてもらわなくてもいいんですけれども、データを共有することについて基本的に必須としているので、同意文書、説明文書、さっき説明しましたけど、これらについてこんな書きぶりで書いてくださいっていうようなことも例示しています。それからこれは推奨なんですけど、必要があればということで、公開用データベースについての説明、 NBC のデータベースってこういうものですよとか、データを共有することの必要性とか重要性とか、あとは、参加者に対して守られる権利についての説明なんかも例文を示しているものです。でただしですね、先
先ほどヘルシンキ宣言の中にもありましたけれども、すごい古いサンプルだったり、そので資料を提供してくれた人がどこにあもうコンタクトできないとかいうのケースはまあまああるので、まあ、データベースの登録をあらかじめ意図せずに得られた資料なんかについては、もしその IC にまたデータ共有っていうのをあの再度 IC を取ってもらうのも無理な話なので、そういう時には、データ提供者の所属機関の倫理審査委員会の審査承認を得れば一応いいでしょうという、あのちょっと特例というか例外な、ルールも決めています。で一応利用側の方 の, あの説明も簡単にしておきます と,、審査のポイントは、利用する時 の, その研究責任者ですね、その人がこの分野でこういったの研究の分野で経験があるかということを、関連する論文を提示していただくことで確認をしています。それからセキュリティ対策はチェックリストを用いて確認していただくということと、それから、まあ、当然その臨時審査をちゃんとパスしているかということ、それから、まあ、あのこれはあればなんですけど、データの提供書を示す利用の際の制限事項に合致しているかどうかというのことをチェックしています。で、先ほども言いましたデータ利用者の義務としては、まあ、1年ごとに使用状況を報告していただく。でその時に再度、まあ、セキュリティの状況が変わっているかもしれないので一応確認のためにもう1回再チェックしていただくということ、それから、まあ、成果公開時にはこういうふうにあのこういうデータを使いましたというようなことをちゃんと言及してくださいっていうような、クレジットの書き方なんかもガイドラインに書いて、これもお願いしている事項です。先ほど、まあ、これで先ほどちょっと説明もしたので、あのゲノム指針との関係は壊れますよとありました。連結不可能、匿名化した情報はこれ以上に該当しないとかいろいろありますけど、でもやっぱりこの遺伝情報とかそういうのは、ちゃんと適切に取り扱いにはならないというふうにまたなんか言われているので、結局やっぱりこういうルールのもとちゃんと扱わなきゃいけないということになります。で一方でその個人情報保護法自体も見直すということ動きがありまして、実は、この中にこの初めはあの検討の中にその遺伝子情報というのを入れるっていうふうに言ったんですね。でこれの位置づけとしては、あのもちろんあのその匿名化とかいうした上でなんですけれども、なんか純個人情報だったかな、なんかっていうような、これ過小なんで最終的にこうならなかったかと思うんですけど、純個人情報とかいうのはちょっとあの曖昧な位置づけにしてなんか使うみたいな話とかも、なんか一番初めは、事務局としては考えていたようなんですが、最終的には遺伝子については見送りというふうになりました。なんかこれはもともと発端はそのパーソナルデータってあのスイカのデータ、勝手に使っちゃいけないみたいな話がちょっとしばらく前にあったんですけど、ああいうことってちゃんとルールを決めて基本的には使えるようにしましょうと、なるべくあの不安のない形で使えるようにしましょうということで、個人情報の見直しということでパーソナルデータの利活用という観点から、改正を目指していたわけなんですけども、今回もちょっと遺伝子については見送りになったという状況だそうです。はい、ここまでが LBDC の人データベースについての取り組みでした。で最後に、まあ、今までお話ししてきたところはまたちょっと変わるんですけれども、もう一つの研究倫理ということで簡単に触れたいのが、まあ、研究不正とかそういったことになります。でそこに定義書いておきましたけど、論文不正、研究不正とはといって、なんか例えば一つの論文不正とか、あと研究費不正、こういったものが該当するということです。で、論文不正の、これ文科省のガイドラインから持ってきたんですけど、まあ、捏造とか改ざんとか盗用とか、もう しちゃいけないよねってことばっかりなんですけれども、こういったことはあの しちゃいけないということは改めてこう定義されています。それから研究費不正、これ、なんかこうデータじゃない、ごめんなさい、お金をなんか業者さんに持っててもらったとか、なんかそういう話が時々出てきたりして、あのまた新聞を騒がせたりしますけれども、そういったことも一応ちゃんと定義されているあのところです。でこういったことはしないでくださいなんですけれども、JST としては一応研究倫理への取り組みということでこういうホームページを掲げています。あの研究に関する不正問題はどこに書いてあるのか、科学技術に対する国民の信頼を揺るがし不信を招く大変憂慮すべきものですということで、まあ、あの私どものところ研究 の, その資金をあの配分する機関でもありますので、そういったところがちゃんと責任を持ってこういうことを皆さんに分かっていただこうということでこういう取り組みをやっていますけれども、で、まあ、科学コミュニティとともに科学技術に対する信頼の回復ということを目指してこういうことをやっています。で次のページにあるあの
パンフレットですね、あの実際に紙ここにみんな持ってきてみんな配ってみんな読めっていうのはちょっと申し訳ないので、そこはあの実はさっきのサイトからこれパンフレットダウンロードできます。中に書かれていることはそこに列挙してあります。科学者の行動規範ということとか、それから研究活動における不正行為とかということですね。で、またそうやって不正行為にならないようにこういうことに気をつけたらいいんじゃないかということとかも書いてありますし、過去にこういうことがその不正と思われましたよということも書いてありますので、なんかこうあのまあ、もちろん皆さんそうやりたくてやるわけじゃもちろんないんですけれども、こういうことって危ないんじゃないかなと思った時にこういうところを参照していただければいいのかなと思います。で、最後のコツなんですけれども、捏造改ざん盗用と認定された場合の JSC における措置ということでですね、中を見ていただければ分かるんですが、例えば最初から意図していたような不正行為です と、現在の年度で使っているお金はもちろん貸してもらうとかいうこともありますが、その後10年間申請の資格が制限されて不採択ということになります。 JSP からお金は出ません。それから直接関与がなくても、例えばその研究の、発表論文の責任著者だったりする場合ですね、それでも1年同じような措置になるということで、まあ、不正が認定されるとこういうふうにダメージがありますので、皆さんも気をつけて不正のない形で研究成果をいろいろ発表したりしていただきたいと思います。で、こういった教育のためになんか研究倫理教育用の e ラーニングっていうのがあるらしくって、これはなんか米国と日本でなんか同時にこう開発してきたものらしいですらしいんですけれども、主に医学の分野でやはりその研究不正みたいなことがいろいろあったりしたこともあって、こういう取り組みがあります。で、JST からなんかこうファンドを出しているようなそういったプロジェクトの方々には皆さんこれを受けていただくということに最近なったそうなので、いずれ皆さんも JST のファンドを取っていろんな研究をなさると思いますけれども、そういう時にはこれを受けなきゃいけないよという状況になんかこれを受けていることが前提みたいになるようなそういうような話もちょっと聞いてますので、いずれ受けなきゃいけないと思うんですけど、e ラーニングって言って、まあ、e ラーニングなんて簡単じゃんって思うかもしれないけど意外と厳しいそうです。合格するまでに何度もやらなきゃいけないようなこともあるというふうに聞いています。まだ私も受けたことないのでこれから受けると言われてるのでちょっとビビってるんですけれども、全体として中身はかなり医学寄りなんですが、一番上のところで持つ責任ある研究行為ということで、まあ、貴重な資源を使って研究活動を行うことを任された研究者が国民から信頼と支持を得て科学の進歩に寄与していくために守るべき基本的事項というところがあって、そこはまあ医学研究ではなくても一応関係するところなので一度多分いずれ受けることになると思うので覚えていていただきたいと思います。で、それとまあこうするようにですね、たまたまこの8月の末に文科省から研究活動における不正行為の対応等に関するガイドラインの決定についてというお知らせが出ています。これ平成18年にその、前段階というか、 なんか研究活動の不正行為の対応のガイドラインについてなんか同じような名前なんですけれども、一つガイドラインがもともと文科省から出ていたそうです。で、最近になってこうまたこう不正の話とかいっぱい出てきたので、それについての見直しということで、この新たなガイドラインができたということで、大きな違いはもともとのガイドラインというのは研究者個人が責任があるよっていうような話のガイドラインだったそうなんですけども、今度はもちろん研究者個人にもあるんですけれども、大学等の機関が責任を持ってその不正行為の防止をに関与するということで、例えばこういった教育ですとか、それから、監視って言ってはあまり良くないかもしれないけれども、そういったものそういったところの対応を強化しなさいというのが、主な変更だということです。はい、ここで、私の発表終わります。2番目の人を対象とした研究倫理というところは、東京大学の医科学研究所の元川先生からスライドをいろいろお借りしたので、この場を借りてお読み申し上げたいと思います。ありがとうございました。どうですか。クリエイティブコモンズ関係なんですけど、はい、パブリックドメイン、はい、やってる人で、先ほどその川岡先生とのやつもちょっと絡んであるんですけど、はい、パブリックドメインで何でも使っていいよって言っておいて、もともとそので情報提供側が、はい、それを使うっていう人が、それを使ってなんかその、なんか CC のなんとか読み厳しい方向でなんか設定したら、今度はもともと情報提供者側はどういう取り扱いを受けるのかなっていうのはちょっといつもの疑問だったんですけど、そのあたりどうなんでしょう。
それは CC0 で出した人がどういう扱いを受けるかということですか。扱いをっていうときはその、二次利用した人に対して何かの、いや結局まあ権利放棄をしているんだけど、うんうん、なんかそのまあ何だろう、どういったらいいですかね、感覚的にはお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけど、はい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 、なんかもともと自分が作ったものなのに、それをなんかこう派生的にやった人が、例えば CCY でも、うん、CCY っていいよって言って、今度は自分がパブリックでやってるのに、あ、なんかありがとうございます、やらないといけないのかどうかとか、いつもあの私とか講演資料とか全部こうパブリックドメインでやっちゃってるんですけど、でそれとかがあの例えば自分が使えなくなったらやばいとかっていう、今ちょっと思ってて、はい、どうなんでしょう。まあ、そこはなんかあんまりなんかそういうケースってあんまり想定してないんだと思うんですね。あの CC のそのものが基本的にはそのみんなで使えるようにしましょうの方向のライセンスなので、なんかそういうことをやる人は、そうですね、基本は生成説に立ってると思います、ね、はい、でもそういうことをやる人がだんだんつまはじきにされてるのがお前に貸さないよみたいになるんじゃないかあの CC 制度だけどあんたは別みたいな、そういうふうになる可能性はあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ、コミュニティからはちょっとあの嫌がなるようでしょうね、はい、あのインボンドコンセント、はい、あの話なんですけれども、はい、あの非常に古いサンプルとか、はい、いや個人がもう分かんなくなっちゃってて、うん、その人に接触できない場合はインボンドコンセントいらないけれども、はい、その場合は必ずそれ以外は、まあ、コンセントを文書で取りなさいというお話だったかと思うんですけども、うん、あのそこはあくまでもあの本当にあの申し訳ないんですけど、機関の倫理審査のところにお任せという状態なんですね。あのそれに払う努力がどれだけ大変か、まあ、費用的な面も含めてどれだけ大変かということにやっぱり依存すると思うんです。でやっぱり実際上無理っていうことであれば、あのそれこそあのまだ 2,3 年前にそのコンタクト取材とかで頑張れば取れるじゃんっていうものもあるかもしれないんですけども、それも例えばすごい人数だったりとかする場合にはやはりそれをやること自体非常に難しいということもありますので、あの何らかの別の例えばホームページの告知だとか何らか の, そのリーチするようないろんなやり方をやったという上で倫理審査 の, あの倫理審査委員会が、まあ、それでやればいいでしょうっていう、そのぐらいやればいいですよねっていうことでデータ共有 OK というふうな判断をいただければ私たちは問題ないと思ってます。例えばあの、今伺ったお話だと、まあ、欧米アメリカはそのそういう法律があるけどもないようなニュアンスで、守る方ですね。実際的にはその、まあ、私あのウイルスとかに興味があって、はい、あの熱出したり風邪で来てるお子さんの鼻水インフルエンザで取りますよね、はい、取りますね。それついでにあの研究に使うっていうような、実際あの例えば2013年でアメリカとかオーストラリアで共同研究やって、はい、まあ、そういうまさに鼻水ついでのサンプルですね、ダイアグノスティックサンプルをから、まあ、新種のウイルス発見したよっていうやつは、もうあの一般僕の中書いてあるんですが、一般的な検査のために患者から採取したサンプルの使用に関しては、うん、ナショナルガイドラインに基づいてインフォームドコンセントは不要であると判断して、うん、その旨倫理委員会からも承認を受けたと、うん、で私もあの俺行って例えば私、はい、自分の病院で、はい、あの子供から一人一人鼻水をね、血で出せる子供から鼻水を取ってそれをインフォームドコンセントを取ってやるよっていう話をしたら、それダイアゴノスティックサンプルなんで、なんでインフォームコンセントいると、うん、バカなんじゃないかみたいなこと言われてで実際インフォームコンセント、さっきあの見せていただいたと思いますけど、 A4 でね、3枚も4枚もそうですね。ただあの鼻水とあの熱覚ましもらいに来て30分もあのインフォームコンセントされたら、それはないです。誰もあの病院来ないし、うんうん、あので実際日本っていうのはそういう研究でもやっぱり一個一個インフォームドコンセント取らなきゃいけないんで、サンプルサイズのゼロが2つ少ないんですよ。実際ウイルスを人の病気に関与して2000年あたりからあの NGS 使って欧米とかものすごい数どん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 つけてるんですけど、ゼロなんですよ。で実際的には不可能で、そもそもインフォームドコンセントをこういう場合は不要であるよ、いやインフォームドコンセントをウェーバーする、はいはい、この声はいらないんだよって言ってくれる専門家は一人もいないんですよ、うんうん、基本守る子ですよ、ね、で公立病院の院長なんて、うん、
もうほとんど役人ですから、うん、身分のコンセント、コンセントなんですよ。で、身分のコンセント書かなきゃいけない要件っていうのはガイドラインあるんで、それ書いたら A4 で3枚ぐらいになる。なりますね。実際日本っていうのはそういう、ちょっとした病気、要はちょっとした熱とかね、ちょっとした風邪の原因を見つけるような研究は不可能なんだなっていうのは実感ですね。私も同感です。ですから、なんかそういうふうにやって日本が遅れちゃってるんだよっていうようなこととかを、もっとなんか一般の人たちがやっぱり理解をしてくれないと、そういうところを緩めていくって方向になかなかならないので、もっと知ってもらうことも必要なのかなと思うんですけれども、確かにおっしゃるように非常に厳しく運用されていると思うの で確かに今先生のウイルスですよね、人は対象じゃないんですよね。これ NGS で鼻水を読んだら、NGS で鼻水を読んだら 99% ホストの CT 作用があるんですよ。それは例えばその今なんかリード DDBJ とか、ハードボリュームアップロードしなきゃ、でそのアクセション番号書かないと論文として受け付けられないってことになってきたら、NGS 書けられなくなって、NGS のデータで後で人の配列だけフィルターするっていうようなやり方も実はあるので、そういうふうにやれば例えば DRA っていうとオープンな方に NGS のデータでも収めていいんじゃないかという方針で今私たちのところ検討してるので、多分ウイルスっていうことがちゃんと確実に分かっていて、ちゃんとフィルターしましたっていうことが分かれば、基本はそちらでも大丈夫になってくるかと思います。ただ、やはりまだ残るわけですね、問題はそのサンプルを使ってやるっていうところに。くどいわけですけど、ごめんなさい。例えばそのヨーロッパのでかいですね、エラスムスメディカルセンターとマックスプランクに指摘するようなことで、はい、病院付属病院と子供が取った普通の大学にサンプルって全部バーコードで、マイナス80にして、もうフロア一面マイナス80度のビザなんですよ。でそれを取るのに別にウイルスの発見のために使いますとか、そういうの言わない、そもそも日本語放送に取ってないんですね。で日本でなんかそれを取ると思ったら何のために、これはウイルス学のためにとか具体的なことを言わないと保存できないんですよ。そうですね、はい、問題ですよ。どん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 貴重なその、せっかく取った花見とかどん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 こう捨てなきゃいけない。何ですか、いろんな事情は分かってます。私法律作る方じゃないんで、あまりそういうこと言えないんですけど、確かにそういう事情あるなということで、ありがとうございます。分かりますね。どうじゃないでしょうね。他ありますか。よし。個別のなんかこういう場合はどうなんですかとかっていうのは、NBDC さんに問い合わせればいいですか。なんか対応して。はい、ぜひ。お声掛けください。実は今日人データベースについての1枚もののチラシも今日持ってきて後ろに置いてあるので、もし興味のある方がいればそれを持ってっていただければ、ここにコンタクトしてっていう一応書いてありますので、はい、ご相談ベースでも何でも結構です。お知らせください。ありがとうございます。ありがとうございました。最後までありがとうございました。ありがとうございました。